はい、皆さんこんにちは。ということでですね、秘境行きシリーズをお送りしております、私、玄華と申します。今からちょっと歩きますけども、今日、この動画はですね、秘境行きシリーズの続編ということでですね、番外編ですね、お送りしたいなと思います。ここをねちょっとね歩きたいなということでございます。どういう風になりますか。ちょっとね恐る恐る歩きました。今米川っていうこの橋の上、米川橋ですか、この橋の上を渡っております。はい、これを渡り切って、これね上り坂なんで、さあどうなっているんでしょうかね。上り坂はもうちょっときつい、行きはしんどい、帰りは、下りなんで楽だということになりますかね。ちょっと上り坂はちょっときついんですよね。でこの後列車はですね1時間半まあ、ではないですけど、1時間10分か15分ぐらいあるんで、それに間に合うように書いておかなきゃいけないと。で、実はですね、どうしてこういうことをやっているかと言いますと、ある方からリクエストをいただきました。そのある方っていうのはね、何でしたっけ、秘境行き動画を載せてる人なんですね。で、その方から、リクエストをいただきました。金の駅をやってほしいということでやってでございます。もう早くも息が荒くなっております。これはね、ちょっと休憩入れないといけないという、かなりね、きつい坂なんですけども。で、その方もですね、名前何でしたっけ、忘れました。頭文字が C なんですよね。後でちょっとね載せておきます。検索してみてください。秘境駅動画がねすごいんですよ。とにかくね北海道から九州までやってると。九州なんてもう全線全駅ですか、九州の全駅秘境駅全駅制覇しております。もうこの人はすごいですね。C さんという、頭文字が C なんで、C さんって呼ばせていただきますけども、すごいんですよね。はい、飯田線が映っております。もうだいぶ上がってきますよ。いやー、これは、きついですね。それで、その方が、実はですね、もうここで新しいのか、どうかわかりませんが、多分ね、間違ってたらごめんなさいね。それで、ここを歩いて行ったところに、鶏小屋があるということでございます。確かにね、Google のあの、ストリートビューで調べたところ、傾斜がございました。そしてその、お皿に奥行くとも、今度は、宿泊施設があって、まあ、それになってるらしいということなんですね。で、それをちょっと確認するということでございます。で、その C さんはですね、そこの、ご主人だか、なのかちょっとわかりませんけども、その鶏小屋をね、管理している人からなんか、いろいろご馳走していただいたということで、今その人がどうなってるか見に行ってほしいということで、それで私はこうやって歩いてるわけでございます。まあ次の列車があるんで、列車に乗り遅れたらちょっとあれなんで、ニワトリ小屋まで移せたらいいなと思ってはいますがね、ちょっとわかりません。
雪がかなり荒いんですよね。ここでね、ちょっと風景映しといて、一旦カットします。ショートカットします。すいません。はい。先ほどからね、こういうくねくねとした道を上がってまいりました。ちょっと息遣いが荒いです。喋りもなんか変になってきております。ということでですね、そういうね、建物が二棟あるんですね。これは何の人を住んでるんでしょうかね。こっちは住んでなさそうですが、よくわかりませんね。まあ目的地はそこではございませんので、先行きたいと思います。電気がね、そこからは、繋がってるんですよね、そこに。そこから電気来ていることで、人はいるってことには間違いないと思いますが。何言ってるもう喋りももう変になって、もう無口になっておりますがね、疲れております、何があるんでしょうかね、まあ Google でね検索しましたんで、あ、なんか見えましたよ。あ、これですかね。はいはい。間違ってたら、すみません。ということで、想像に引き返さなきゃいけない。まだ奥にね、道はあるんですけど、これは金野の集落へ行く道でしょうかね。で、これですかね。鶏小屋とかっていうのは。ここはなんか栽培してるね。これ何ですか。なんかこれ何ですかね。まあ全然わかんないです。危険とかって書いて、そういう危険とかって書いてあります。電気が流れておりますね。あー、ここですね。間違いありません。ここです。はい。私はここじゃないかって思ったところはここです。そしてですね、金の卵ですね。金の卵販売いたしますかね。買ってますね。で、ここをね、歩くわけでございます。いやー、疲れました。ここまで来るのに疲れました。あ、ニワトリさんはいないですね。鳴き声も全然しません。どうしたんでしょうかね。あ、いますいます。そこに、あ、いやいや、そこにもいますね。鶏います。放し飼いみたいになってますね。はいはい。で、ここで、ハウス栽培。いろいろやってます。作物ですね。で、この先に何があるかと言いますと、あ、もう見えてますね。それですね。ジジ王国っていうのがあるんですよね。これで、これですかね。ちょっと逆光で。逆光。あ、逆光じゃないや。あ、逆光か。逆光で見えません。これは何ですか？これ、人が住んでいる。いる宿泊所ではなさそうですね。ちょっとよくわかりませんけども、ちょっとなんか入ってきましょうか。入ってもいいんですかね。こちらの道はなさそうな、ちょっとわかんない。ちょっとね、あー、そうですね、ちょっとこっからね喋るよ。これ宿泊所なんでしょうかね。これからこんな風に、ね、こんな風になって、これ宿泊所ですね。なんか体験型の宿泊所みたいなことを書いてましたね。はい。ここでいいと思います。ではここで一旦またカットさせていただきます。はい、っていうことで、ここはね、ジジ王国っていうところに、なんか宿泊場みたいなところなんですが、今ね、
管理員さんなのか、住んでる人なのか、誰もいません。ちょっとね、今ドアも開けようとしましたが、鍵がかかってますね。ということでございます。こんな感じですよね。で、そこに2軒、2棟みたいな感じにある家が、これが宿泊所なんでしょうかね。ここで泊まると。いうことでございましょうかね。この管理員さんは一体どこにいるんでしょうかね。ニワトリも話がになっていまして、いや、ここ宿泊場でしたらこれいいところですよ。これ結構ね、夏はいいところだと思います。これ金の駅降りてね、ここで泊まってね、体験なんかいろんな体験ができるみたいな感じのことをホームページで書かれておりました。ですんでね、これ本当に宿泊できるんであれば、宿泊施設なんでしょうけど、ただ今の時期やってるのかどうかも何も分かりません。はい、あ、そこになんか書いてあるのかな。この道はどこ行くのかよくわかんないですけどね。ということでございます。山のレストランとか書いてますね。これはそうですね。山のレストラン、ジジ王国でございます。はい。これでよろしいでしょうかね。こんな感じでしょうかね。ということでございました。何にもちょっとね、今、12月で、でも鳥とかはね、作物とかもありますんで、管理が必要なんですよね。イノシシとかね、クマとか入ってこられないように、こう、網とか張られておりますんでね、年中いるんだと思います。はい。ただ、ドアはね、施錠してあって、なんかちょっとよくわかりません。でした。ジジ王国っていうのでね、ちょっと検索してみてください。これニワトリね、放し飼いでこれ、いいですね。ここの卵をね、販売するっていうことも考えてました。そこにもいますね。放し飼いですね。はい、放し飼いになっております。草加村のジジ王国山のレストランですね。ここでございます。よろしいでしょうか。こんな感じでございます。安岡村がやってるんですかね。安岡村ジジ王国山のレストラン。レストランには、では、金の卵を販売しますので、金の卵ね、金の卵で、金の卵を販売しますね。はい、ということで、ということでございます。あとは私はこれで駅に戻って、次もうこれでね、今日は秘境駅巡りが終わりにしたいと思いますので、次は私はこの後名古屋行く予定でございます。名古屋行って泊まろうかなと思っておりますので、これで秘境駅散策は終了したいなと思います。